ピロキのダーツ上達道場をご覧の皆様、こんにちは。パーフェクトプロの山口博樹です。はい、今回はですね、こういったご質問がありました。セットアップして、ダーツをテイクバックするときに、顔にぶつかっちゃうんですけれども、どうしたらいいですかっていうですね、ご質問がありましたので、それに対するお答えとなっております。はい。で、フライトが顔に当たるっていうですね、人の多くの原因はですね、こういった意識の問題ですね。ダーツっていうのは、構えた手首をですね、肩に引くということがですね、基本の動きとなっております。で、これを顔の前に引くとか、鼻のところに引くとか、顎の下に引くとか、そういうふうな意識を変えて、手首を肩に持っていくっていうのはですね、意識にしていただくことで、その意識を変えるだけでフライトが顔に当たらなくなるっていうのはですね、解決もできます。で、こういうふうな意識がある方はですね、こういう往々にして、なんか二つぐらいの間違ったダーツの認識があるのかなと思ってちょっと書き出したんですけれども、まずはこの前腕、前腕ですね。前腕のこの傾きっていうのを地面に対して垂直方向を意識して、垂直にしなきゃいけないっていうのはですね、認識のある方が多くいらっしゃいます。で、あとはですね、ダーツを構えた時に、このチップの向きですね、矢先の向きがずっとボードに対してまっすぐ、もしくはですね、手のひらの向きをずっとボードに対してまっすぐ向けた状態にした方がダーツがまっすぐ飛ぶっていうのはですね、意識を持っている方が多いのかなと思います。で、こういうふうな意識を持っている人はですね、人の腕は振り子だというですね、そういうふうな意識がある方が多いのかなと思います。あとはダーツの向きがずっとまっすぐだと、このまままっすぐ引いてまっすぐ出せばまっすぐ飛ぶやっていうようなですね、そういうふうな意識の方が多いかなと思います。それでこの二つはちょっと振り子の原理ですね、振り子のような感じ、その投擲マシーンみたいな感じ、そういうふうなので、ちょっとダーツをうまくコントロールできるんじゃないのかな、ダーツをそのオートマチック的にできるんじゃないのか、マシーンのような感じでできるのかなと思っているんですけれども、人間の体っていうのは、そのマシンのような動きはできないので、できないんですね。さっきのマシンのような動きにしてしまいますと、この手首、上腕のですね、上腕二頭筋、上腕三頭筋、あとはこの手首を動かすための腹筋心筋群っていうのを、こうやってですね、一個一個、使いながら、こういうふうな動きをですね、素振りじゃできるんですけれども、こういうふうな動きって人間がやろうとすると、その運動連鎖っていうのをうまく使うことができません。で、これ、野球のスローイングとか、ゴルフのパッティングの時もですね、この動きをやってしまうことで、イップスが誘発してしまうっていうですね、方も、その筋肉のメカニズムとして起こる方がいるっていうのはもうずっと前から言われていることです。で、この動きを下にするためには、骨をですね、指でちょっと表すんですけれども、こうやってねじりながら、ねじって出す。こういうふうな動きをやると、この屈筋心筋ですね、屈筋心筋群だけに、頼らず、しっかりと、この海内海外、外旋する筋肉もうまく使って運動連鎖を正しく使うことができるので、ね、腕の筋肉をしっかりとねじってまっすぐ出すとか、ダーツを投げることによってうまくダーツを飛ばすことができるので、その最初のこの意識ですね、この意識を取り除くことが、フライトが顔に当たるというのもそうなんですけれども、ダーツをうまく飛ばすためにも重要なことかなと思います。で、あとはですね、セットアップしてテイクバックして、スローイングするときのですね、バレルの向きはもうこんな感じで、セットアップしたときは
ちょっと斜め向いてます。で、こういう風な軌道をですね、やることで、さっきの運動連鎖っていうのをですね、出しやすくなりますので、まあ、こういう風な、実は腕の動きをやってるっていうことを意識してもらった方がいいと思います。で、このまっすぐじゃないんじゃないのかっていう方はね、さっきのこの振り子の動きを考えすぎなんで、それやると、もううまくダーツの力が伝わらなくなるので、ね、こういうふうな動きをするんだって、もう意識を変えてもらった方がいいのかなと思います。はい。で、まあ、これだとリリースポイントがバラバラになるんじゃないのかなっていうようなところなんですけれども、ちょっとこのフライトが顔に当たる原因にちょっと離れてしまうんですけれども、まあ、正しく立つことがですね、できていれば、この辺の感覚っていうのは指が勝手に調整してくれるんですね。なので本当人間の指っていうのはすごい優秀なんで、指先の感覚を大事にするっていうことも同時にやってもらえるといいかなと思います。はい。まあ、で、このあたりはですね、まあ、大体の方、上手い人はですね、この理論はなんとなく分かっているのかなと思うんですが、ちょっとここからがですね、ピロギ道場のミソでして、手首と肘と肩っていう、この3つのポイントをですね、うまく使うことが重要であります。はい。このスイングタイプの方はですね、手首を柔らかく使う。プッシュタイプの人はですね、手首を固定して使うですね。このですね、手首と肘と肩の間違った使い方をすると、フライトが顔に当たってしまう原因になるので、ちょっと伝えていきたいと思います。スイングタイプの人はですね、この手首の部分をセットアップからテイクバックするときに、この、体の方向に倒すですね。こうやって柔らかく使うことによって、フライトを顔から逃がすことができます。で、今ちょっと動きを大きく見せるために、ちょっと手のひらも動いてしまうんですけれども、こうやって手首も倒すことによって、フライトが顔から逃げてくれる。こういうふうな動きをスイングタイプの人はやらないといけないです。で、スイングタイプの人がですね、手首を固定して振ろうとすると顔に当たっちゃいますので、しっかりとスイングタイプの方は手首を柔らかく使ってフライトを顔から逃がしてください。で、逆にプッシュタイプの方はですね、この手首っていうのを固定しなきゃいけないので、手首を固定した状態で引きます。そうするとですね、顔に当たってしまいますね。顔に当たってしまうからってですね、無理やりですね、手首をこうやって使おうとすると、うまく力が伝わらなかったりします。そのためにはですね、肘を下げるっていう動きをやっていただくといいのかなと思います。肘を、手首を固定して、まあ、肘を下げながら、テイクバックするっていう動きをやれば、このフライトが顔に当たりません。はい。で、この、まあ、手首を柔らかく使う、手首を固定して使うっていうのはですね、フライトが顔に当たる云々ではなくて、ダーツにうまく力を乗せるために、重要な意識の中の一つなんで、まあ、ちょっとこれをやっていただくと、まあ、ダーツの飛びも良くなったりしますんで、まあ、これはちょっと頭に入れていただくといいかなと思います。はい。さあ、ということで、今回はフライトが顔に当たる原因のお話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。